皆さんこんにちは。もう9月だけどまだまだスイカが食べたいイクミママです。緊急事態宣言中の最中ですね、うちの幼稚園でも、1号認定の子どもたちは自宅でね、なるべく保育してくれってことでね、先生たちからねお達しがあったので、人口密度下げるために我が家の子どもたちも自宅で保育するっていうね、ことになったわけなんですけども、なかなかね家にねずっとね子どもたちがいるともう私が一人になれる時間なくてうーってなりますよね。ちょっとゆっくりお茶飲む時間もないなみたいな、感じで、お昼とかもね結局用意しなきゃいけないんだけど、もう毎日毎日のねことだから、そんなにねちゃんと用意しないでもうチーンとかバナナとかでね、いいやってね自分で思って、そんなに気負わないようにね、負担にならないように考えたり、してるんだけど、どこかにね子供たちもずっと家の中にいるわけで、どこかに連れて行けるっていうわけでもないし、それなりになんていうかマンネリ化しちゃうんだよね、家の中での遊びっていうのが。でスーパーとかにもね連れてくかどうかっていうのもちょっと悩ましい状況で、あんまり大人数でスーパーに来ないようにってなんかスーパーで張り紙あったりするから、お買い物とかもね子供たち2人とも連れてくのはいけないのかななんてね、思ったりして、そんな今日この頃ですね。ということでですね、今回は自宅保育中の、国産バイリンガルを目指す、姉妹の、お遊び動画ですね、撮ってみましたのでどうぞ。お化け？お化け作ったな。More somewhere. I'm a ghost. This is a ghost too. But not even scary. It's only Rika. Dressed up like a ghost. This is very scary. Scarier? A little bit. Yeah, it's not scary.何作ってるの？傘。すごい。Which color? I like pink. Which color? I like blue. Which color window?ブルーピンクにしようよ。最初ピンクって言ってたじゃん。あいいね、ピンクの窓。うん？What are you making?大きくてカメラに収まらない。 What are you doing? Making a princess rabbit tea. Making a princess rabbit tea? Mama, my curtain, please. Curtain? Curtain. Curtain. そうだね。Looks like curtain. ハサミ。ハサミ。Put the scissors on the floor. So. So, ne? Back to the shelf. Good. It's huge house, isn't it? It's a fancy house. It's a structure.
construction house? No, structure? Construction castle. Mm-hmm. I made a garden! You made a garden? Ah, ほんとだ! Curtain なってる! Ah, kawaii! It's made a curtain you made! Mm-hmm. すごい! Kawaii! It's just like a curtain, right? Look! The window is pink! I made it! It's adorable. It's never wet. It's never wet because it's a cellophane. It's dry. It's dry. It's always dry. And a window too because it's inside. Mm-hmm. Let me show you. Haha, I'm in here. She never knows I'm a short sister. Oh, you're pink and red. Are we red? Are we red? I'm pink too. We are red from a pink castle. マイメロちゃんのお城になったの？うん。Your little sister is crying in the bathroom. What did she do? She's taking a bath just with your father. Why is she crying? She didn't want to take a bath. With daddy? With daddy, maybe.Me too, take a bath with you. Yeah, with me. How can we be out here with this rock feet? I honestly.はい、こんな感じでね、自宅にいる時もね、子供たちはマイペースにね、遊んでるわけなんですけども、まあ、2人でね遊んでる時はね、あのほぼほぼ、今も英語で、遊んでいて、で、長女もね、次女もあの独り言とか一人遊びしてる時とかもあの英語で、考えたり喋ったりしてることが多いみたいですね。長女はね、もう日本語が第一母国語として定着してて、日本の語の方がね、英語より流暢に喋れる状態なんだけど、やっぱり一人遊びとかはね、なぜか英語が多かったりしますね。で、次女の方は、日本語よりも英語の方があの家でも強く出ていて、で幼稚園はね、あの普通の日本語の日本の幼稚園なんですけども、先生とかと面談した、話によると、まあ、普通にあの日本語でね、あの生活できてて問題ないっていう風に言われているんだけど、あの家ではね、ほとんど英語で喋ってることの方が多いですね。一人遊びもほとんど英語です。まあ、パパもママも、日本生まれ日本育ちの純ジャパニーズで、まあ、私と子供たちはね、日本語と英語、7対3ぐらいで、まあ、日本語がね全然多い割合で喋ってて、パパは、日本語だけっていう、そういう感じですね、家庭内では。これからね、来年、長女はね、普通の日本の公立の小学校に入学するわけなんですけれども、まあ、どんな感じにね、英語とか日本語伸びていくかっていうのがね、まあ、今からね楽しみな感じですね。
ということでですね、この動画がね参考になったよとか面白かったよとか、あとお昼ご飯作るの大変だよとか、工作の、処遇に困ってるよとかね、何でもいいので思ってくれたら、コメントをグッドボタンしてくれるととても嬉しいです。そしてチャンネル登録していただいて、いつも見ていただいている方本当にありがとうございます。とっても励みになります。地域関係の動画作っていきますので、また見ていただけると嬉しいです。ここまでご視聴ありがとうございました。